で、これでこのページは最後ということになりますが、これだけ音声を入れるのも随分大変だなと思いました。ウィルムの2011年6月1日からのキャンペーンについて、1台の料金で2430円で、携帯電話3でも出ることをウィルムのホームページに書かれているんですが、実際に2430円で3でも使ったことができるんです。どうしてなのかというと、携帯電話代金がかかってくるからです。0円携帯を選べばいいということも言えるのですが、ウィルムは0円携帯で2011年6月1日からなくなってしまいました。ハニービーでもハニーボックスでも23,520円かかってしまうんです。確かに基本料金や事務手数料は無料ではあるのですが、携帯電話本体から携帯電話を走ることができないんです。2011年5月31日まで引けたんですが、それが2011年6月1日から引けなくなっているのかというと、つけてくるに980円の携帯で分割料金がかかります。3つ持つ場合は1台目は2430円、2台目は携帯電話分割基本で980円、3代目で携帯電話分割代ということで、合計4390円かかる。このなんです。2011年5月31日までキャンペーンでした。2430円だけで 2台持てましたが、